今日はカメラが捉えたありえないような瞬間、ラッキーな出来事をまとめてお届けします。いいねを押して最後までお楽しみください。あまり珍しいことではありません。パラシュート隊員もガス欠だったのでしょう。スクーターの持ち主が意図的にやったのでなければ信じられないほどの幸運の持ち主のようです。人生でも一難去ってまた一難ってことよくありますよね。ビギナーズラックというものもありますが、今回は違います。カーサッカーなんてスポーツがあったらこんな感じでしょうか。ゴミコンテナの襲撃と思ったら、ただ道路を横断しているだけのようです。いつかこうなることは分かっていたはずです。いい子だから噛んだりしないよと言われたら、このビデオを思い出してください。お腹が空いている時のあなたはあなたではありません。いいねをし忘れていませんか。引き続きお楽しみください。自分もゲームに参加していることを知らなかったようです。この冷静沈着な対応をご覧ください。こうやって失敗は受け入れるものです。監視カメラが異常を通知してきたので確認したら、クーガーが車に乗っていました。あなたならどうしますか。ついてない一日ですね。この犬に名前をつけるなら、コメントで投稿してください。荷物が届くまでには数々のドラマがあります。道路では何が起こるか分かりません。バイクの男性は幸運の持ち主です。生まれて初めて自分のバイクが遅いことを喜んだ瞬間です。言葉では説明しきれません。バイクの女性に何があったのか、その一部始終をご覧ください。よっぽど傷ついたんでしょうね。これも因果応報でしょうか。このロープのように強くなるために、おっと、連絡を待っていた相手からようやく返信が来た時、これは悔しいですね。監視カメラにはこんな微笑ましい瞬間も収められていました。
何事もなかったように平然としていますが、賢い犬ですね。こちらも負けていません。男の子を自ら引き離すだけではなく、ボールを取ってくれました。信じられません。子犬がよっぽど怖かったのでしょうか。男性はもう一度カウンターに飛び乗ります。パンチングバッグという便利なものがあることを誰か教えてあげてください。素晴らしい反射神経です。パルクールも実生活で役立ちます。おしゃれな仕事場ですが、皆さんも心当たりがありますよね。誰もが一度は経験するようです。ゴミを出すときは開いたのに、お客さんが出るときは開かないドア。掃除機は椅子を盗むことにしました。掃除機の反乱はすでに始まっているようです。待ち望んでいたプレゼントの代わりに花を渡されたのでしょうか。車のドアを開けておいたら、中にクマが乗り込んでいました。クマも相当驚いているようです。監視カメラはこのためにあります。カメラの存在を忘れていたら、エレベーターに閉じ込められてしまったことを男性だけは喜んでいるかもしれません。どのシーンが一番印象的でしたか？コメントで教えてください。チャンネル登録もお忘れなく。まだまだたくさん面白い動画をお届けします。